レッスン9ルーティングとモルティプレクシングルーティングと多重化まずは、ステップ1としてはそれがルーティングの概念については説明したいと思いますが例えばこういう様子になっていると、まあ、一般の例になっているんですが here と there につながりたい例えば A さんと B さんは,はこの雲型のネットワーク経由で接続したいというのはわかっているなんですが この雲は、まあ一般の方はもしかして自分の使っているインターネットの接続はそれがどんな経路で何につながっているか分かってないと思いますが本当にそれを実行するためには経路を選択しなければならないでしょう。でもまずは雲については何にも知らないんですよね内蔵としては。まあもしかして A さんは3つの出口、3つの,の線につながっていると分かっているかもしれませんが、B も同様には3本があるでしょう。そして、もしかしてこれが全部のネットワークはこういう形になっているのなんですが、これのネットワークの上には最短距離の経路を選択したいかもしれない。ですが、最短の定義は何でしょうそして、 情報は、いろいろな情報は必要なんですが、そのネットワークの様子としては、それが、えっと、どうやってその情報は手に入って計算できるでしょう。さて、例えば、一つの重要なことなんですが、これがコーテンネットワークの勉強、皆さんは勉強したかもしれないんですね。皆さんは、えっと、コーテンネットワーキングの授業はまだ、履修したことがなければ、ぜひそれを履修していただければと思いますが。 そうすると、古典と量子にはどう違うでしょう、まあ、なぜ、量子の方は違う、は難しいんでしょうまずは、古典のネットワークとしては、それがパッケットフォーラーディングしている,していると,思と思いますが、量子の場合にはそれじゃなくて、と経路の上には分散型の量子計算をやっているでしょう。 それが、いつもの話しているルールセットとか、そのネットワークコネクションセットアップなどについては説明したんですよね。そして、各リンクについては、現在の様子としては、それが、えっと、利用もつれを作るか確率はかなり低い。で、それもパフォーマンスに結構影響するし、もしかしてルーティングにも影響するかもしれません。 それから、そのメモリーライフタイム、それがディコヘレンスなどについては、それももう結構短いなんですが、それを使って、どうやって効率的には、目的のコネクションを作れるでしょう。そして、まあ、後で説明しますが、もしかして近隣のエリア、近所のところには最適化にするかもしれませんが、 もしかしてそれが世界的なグローバルなつながりには最適じゃないかもしれません。それから、工程のネットワークだったらだんだん距離が長くなると、もちろんそれがパフォーマンスは下がりますが、漁師の場合にはその下がり方は違いますね。それがもしかしてまあ、いろんな距離で、えっと、ピューリフィケーションもしなければならないし、 ボトルネックのリンクについては何か問題になるかもしれないし、そして、エンドとエンドの,の遅延としてはそれが別の影響には,にはなりますよね。さて、それがまあ概念も一緒かもしれないんですが、ちゃんとしたリアシの場合にはどういうふうに,にはその影響を受け取って計算できるようになるでしょう。最後にはこれが、ま、あ あのこれがについては、基本的にこれが 1G のネットワークについての問題になってるんですが、このレッスンでは、これが 1G だけについては、議論したいと思います。さて、それが、まあ、このレストは、このステップの中心なんですが、念のためにはいろんな用語を確認したいので、それがちょっと見てみましょう。まずは、これがネットワークになってるんですよね。 ネットワークというのは、それがノードとリンクがあるんですが、あるいは、まあ、Vertex と Edge があるという用語も使えるかもしれません。そして、これが Path のことなんですが、経路になりますね。その経路は、えっと、この図の上には A と B のつながることになるでしょう。例えば、これがえっと物理的なトポロジー図になっていれば、 これは一つの経路になっているんですが、この3本のところに行くでしょう。もしかしてこれが、この書き方としてはこれ一番最短に見えるかもしれませんが、まあ、それだけじゃなくて、これもまあ,あり得る経路になるでしょう。これが A と B はつながっているなんですが、えっと、使っているホップ数についてはそれが増えているなんですが、もしかしてパフォーマンスは良いかもしれない。それから スパニングツリーとその概念なんですが、それが木型の構造としては作りたいと思いますが、数学的にはこのスパニングツリーがまあこの物理のリンクのサブセットになるんですね。目標としてはそれが N のノードがあるネットワークなんですが、それが全部をつながっていることになって、それができていたら必ず N-1。1 リンクを使うんですが、その他のリンクはとりあえずは使わないことになります。それがコネクトされていると、それが接続されていると、N、N-1 リンクが N ノードにつながっていると、必ずこれが木型になっているし、ループがないことになりますので、情報がぐる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 回る,るようにはなりません。それが一つの重要なポイントになります。 例えば、これが一つの spanning tree なんですが、まあ、これが木型に見えるんですよね。ですが、これもえっと別の,の,の書き方なんですが、これも spanning tree と言えるでしょう。まあ、一本の線に見えると思いますが、線でもそれがまあ一番簡単な例だと思いますが、それも spanning tree と言えるでしょう。それから、その spanning tree を使って、 パス、経路を選択することになります。そうすると、それが、ノードのペアについては、スパニングツリーの上には一つの経路しかありません。ですが、ノードごとには、例えばこの拠点から見ると、この拠点から見ると、別のスパニングツリーを作ることの場合もありますがそれは後で説明します。 それの上にはどうしてもそれが、えっと、コンシステントなのは決定はしなければならないんですがそれは全部、えっと、ちゃんとしたつなが,がるためになるしまあ古典ネットワークの場合だったらループにはならないようには、えっとそのえっと、完全性は重要でしょうですがこれがスパニングツリーのことを説明したんですが、えっと、もし古典のネットワークの勉強したことがあれば スパニン,ングツリープロトコルについては、議論して、聞いたことあるかもしれませんが、今のところには、そのプロトコルとこの概念は別のものになっています。さて、パーフコストなんですが、それが経路の値段になっているでしょう。もしかして、ネットワークの上には複数の経路もあるし、もしかして複数のスパニン,ングツリーがあるんですが、 どうやってその、えっと、選択するでしょうどんな、どうやって順番、順位をつけるんですかつまり、一つの重要なことなんですが、パ h c コストは必要になります。まあ、全部のホップ、全部のリンクは同じ要素だったら、まあ、それがコスト1になりますが、超えなければならないホップ数で数えるだけで,で十分になるかもしれません。でも、 ネットワークはもうそれより複雑な場合もありますから、まあもうちょっと一般の関数は必要になりますが、この X のベクターは、ホップの、えっと、情報を集まって、それを X ベクターと呼びます。それから、えっと、用語についてはちょっと話したいと思いますが、まずはルーティングには、それがネットワークのうねの概念なんですよね。連続で、えっと、 ノードがとノードが,が情報を交換して再計算しているんですね。そ,れその情報があって、ネットワークのトポロジーズを理解するためにはその情報を交換している。それがルーティングのことになっています。それからそのデータを集まって、えっと、ルーティングテーブルというデータ構造になっているんですが、それがそのデータを保存して、 そして、フォー,ワーディングが、その、ルーティングテーブルの情報を使って、次のホップに、次に送ることは、それが、リアルタイムで決まることになります。それが、えっと、ルーティングとフォーディングには、その違いがあるんですが、まあ、現在、近未来の、の、リアシーネットワークについては、その、フォーディングの概念はあまりないので、それが、用語としては、あまり使わないことになっているんですね、この、このモジュールには。さて、 ルーティングテーブルと言ってたんですが、そのルーティングテーブルってどんなことでしょう例えば A の,の,の拠点からネットワークの,の様子を見てるんですが、A はこういうスパニングツリーを作ったかもしれません。そのスパニングツリーの情報を処理して、例えば目的地、目的のノードなんですが、それが BCDEFG があって、 B に行くためには誰に行くでしょう、まあ、と ?B に行くためなんですが、A と B は直接つながってないので、えっと、もしかして D に行きます。そうすると、その next hop は D になっているんですね。それから C の destination なんですが、C に直接つながっているので、直接 C に送ります。D も同様に。 それから E は C の裏側にありますので、えっと、E に行きたいなら次には C に行きます。それから F にもつながっているし、G に行きたいなら FKU で行きます。で、これが基本の概念になっているんですが、その、量子ネットワークと古典ネットワークは違いますので、それが、だんだんこのレッスンには他のステップにはそれが、調べてみましょう。